もし九戸正実が秀吉に南部信長よりも先に臣従し、南部討伐が行われていたら、歴史は一つの決断によって大きく変わることがあります。戦国時代、豊臣秀吉の天下統一の過程で、九戸正実と南部信長という二人の武将が東北地方で激しく対立していました。もし九戸正実が南部信長よりも先に秀吉に臣従し、南部討伐が行われていたならば、東北の歴史はどのように変わっていたのでしょうか。今回はもしもという視点から歴史の可能性を探ってみましょう。九戸正実の決断と豊臣秀吉への早期臣従。南部氏は現在の岩手県を中心に勢力を拡大した東北地方の大名家です。この家系は南北朝時代から続く名門であり、代々の当主たちが領土を広げ、強固な支配基盤を築いてきました。南部家は宗家を中心に八戸氏、九戸氏、七戸氏などの分家が連携し、地域を統治する一族連合の形をとっていました。天正10年1582年、南部家の24代当主である南部春政が死去したことをきっかけに家督争いが勃発します。春政の息子である南部春継が家督を継承しましたが、彼は父の葬儀が終わった直後に暗殺されました。この事件の背後には春政のいとこの子であり、以前は南部家の養子であった南部信長が関与していたのではないかと疑われています。この疑惑が原因で南部家中で深刻な対立が生じることとなりました。南部信長はかつて春政の養子として南部家の後継者候補とされていましたが、春継の誕生により養子縁組が解消され、実家に戻ることとなりました。しかし春継の暗殺後、信長は再び南部家の家督を主張します。一方、九戸正実は信長が春継の暗殺に関与していると強く疑い、これに対して強く反発しました。九戸正実は南部家の重臣であり、南部一族の中でも特に有力な分家である九戸氏の当主でした。九戸氏は南部家の中でも長い歴史を持ち、東北地方における支配力を誇っていました。正実自身は優れた軍事力と地元での強い支持を背景に、南部家中で大きな影響力を持つ存在だったのです。正実はこの背景をもとに、弟である九戸実親を次期当主として推す動きを見せます。九戸氏の地位と影響力を駆使し、正実は南部家の後継者争いにおいて決定的な役割を果たそうと試みたのです。実際の歴史において九戸正実は南部信長との対立を深めていきました。その結果、大正19年1591年に九戸正実の乱を引き起こします。この乱は九戸正実が南部家の宗家である信長に対抗し、5000人の兵を率いて挙兵したものでした。しかし信長は豊臣秀吉に援助を要請し、秀吉の命を受けた大軍が九戸氏を攻撃します。九戸正実は奮戦しましたが、圧倒的な兵力差の前に敗北を余儀なくされ、最終的に捕らえられて処刑されました。この乱の鎮圧により、南部信長は正式に南部家の当主としての地位を固め、九戸氏は滅亡しました。しかし、もし九戸正実が南部信長よりも先に豊臣秀吉に臣従していたならば、東北地方の歴史は大きく変わっていた可能性があります。九戸正実が秀吉に早期に臣従し、秀吉の信任を得ていたならば、九戸氏は南部家の宗家として認められ、信長を討伐する立場に立ったでしょう。
秀吉は奥州仕置きという形で東北地方を再編成していましたが、その中で九戸正実が主導的な役割を果たすことで、九戸氏は北東北地方における有力な大名としての地位を確立する可能性がありました。南部信長の軍事力と兵力の評価。九戸正実が豊臣政権の支持を得て南部信長を討伐するにあたり、南部信長の軍事力と彼が動員できた兵力を評価することが重要です。南部信長の戦闘指揮能力や軍事的な資質について考察し、その兵力が九戸正実にどのような影響を与えたかを探ります。実際の歴史において南部信長が豊臣秀吉に臣従し、天正18年1590年の小田原征伐において1000人の兵を率いて参陣していたことから、南部家が動員できる最大の兵力は3000から5000人程度であったと推測されます。しかしこの兵力は九戸正実が持つ5000人規模の軍とほぼ同等かやや劣勢であった可能性があります。このような状況であれば、九戸正実が秀吉の軍事力を背景に南部信長を攻撃し、南部家中の反信長勢力を糾合することで短期間で南部氏を打ち破ることができたかもしれません。南部信長の戦闘能力や指揮能力については歴史的に特に高く評価されているわけではありません。信長は南部家の当主としての地位を確立するために家臣や同族の支持を受けて戦ってきましたが、彼自身の戦闘指揮に関する記録は少ないです。1591年の九戸正実の乱においても、信長は自ら軍を率いて戦うよりも豊臣秀吉からの軍事支援を受けて戦ったことで最終的に勝利を収めました。このことから、信長の成功は彼自身の軍事的な才能というより、むしろ政治的な手腕や同盟関係、そして秀吉の強力な支援に依存していたと考えられます。したがって信長が軍事的に優れていたとは言い難く、九戸正実が先手を取って秀吉に臣従し、強力な軍事支援を受けることで南部氏を圧倒することができた可能性は十分にあったでしょう。九戸正実の選択がもたらす東北地方の長期的影響。九戸正実が豊臣秀吉の支持を得て南部信長を討伐し、北東北地方における有力な勢力となった場合、その影響は短期的なものにとどまらず、長期的に東北地方の政治・社会構造を大きく変える可能性がありました。九戸正実の勝利がもたらす東北地方の長期的影響について考察します。まず九戸氏が北東北地方での支配権を確立した場合、南部家が持っていた南部藩の石高である約10万石、最終的には盛岡藩時代の20万石ともを超える勢力を築いていた可能性があります。九戸氏は南部氏の分家である七戸氏や久慈氏といった豪族との密接な関係を持ち、津軽氏や上法寺氏との連携も図っていました。このような背景から、九戸正実がこれらの勢力を糾合し南部信長を討伐することで北東北地方において強力な影響力を持つことができたでしょう。しかし九戸氏が南部信長を討伐し北東北での勢力を確立したとしても、東北地方全体を統治するまでの影響力を持つには、伊達氏や最上氏といった他の有力な大名との対立や連携が不可避であったでしょう。九戸氏はこれらの大名と勢力を競い合いながらも、豊臣政権との関係を通じて影響力を拡大する道を模索した可能性があります。さらに九戸正実が有力な領主として確立された場合、北東北地方における社会経済の発展にも大きな影響を与えたと考えられます。
九戸市が豊臣政権と強固な関係を維持することで、北東北地域は経済的な支援や技術導入の面でも他地域と競争できる立場にあったでしょう。特に豊臣政権が進めた全国的な経済統制や検地によって、九戸市の領内でも新たな農業技術の導入や商業活動の拡大が進んだ可能性があります。これにより北東北地方は従来の封建的な農業社会からより商業的な社会へと変容を遂げることになったかもしれません。加えて九戸市が北東北地方を中心に勢力を確立することで、その後の日本の歴史にも影響を与える可能性がありました。例えば九戸正実が豊臣秀吉に忠誠を誓い続けたことで、徳川家康が豊臣政権を引き継いだ後も九戸市が徳川幕府と良好な関係を築き、北東北地方が幕府の重要な拠点として機能した可能性があります。また九戸市が地域内での文化や教育の振興に寄与したことで、北東北全体の文化的発展にも貢献できたでしょう。最終的に九戸正実の成功が東北地方にもたらした歴史的な転換は、その後の数世紀にわたって続く影響を持つことになったでしょう。この状況を考えることで、歴史上の個々の選択がどれほど広範な影響を与えうるかを再認識させられます。東北地方の歴史は九戸市が主導権を握ることで、現在とは大きく異なる発展を遂げた可能性があるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。